今日はキュウリのご説明以降の管理をしていきたいと思います。これが6節目になります。これが親づるになります。で、親づるの葉っぱがこれです。親づると親づるの葉っぱの間からこのように子づるが出てきてます。子づるの葉っぱ1枚とキュウリ1つ、これですね。今このようにちっちゃくなってます。を残してその先を摘み取ります。これが子づるの新先になります。次7節目、7節目がこれになります。親づるがこれになります。親づるの葉っぱがこれです。親づると親づるの葉っぱから出ている子づる、これになります。子づるの葉っぱ1枚とキュウリ1つ、これですね。キュウリ1つを残してここの芯を止めます。これが子づるの芯先になります。これを10節目までやっていきます。8節目も同じように、これが親づる、親づるの葉っぱ、子づる、脇芽ですね。で、子づるの葉っぱが、子づるの葉っぱがここにあります。子づるの葉っぱときゅうり1本がここにあります。これですね。この先を摘み取ります。9節目いきます。これ一番見やすいと思います。これがメインの親づるです。親づるの葉っぱがここにあります。その間から出てる子づる、これが子づるの新先です。で、子づるの葉っぱ1枚とキュウリ1つを残して9節目を切ります。最後10節目、これは親づるからなってるキュウリなので残します。これがメインの親づる、親づるの葉っぱ、子づる、この斜めに生えてるのは子づる。で、子づるの葉っぱがこれになります。この子づるの葉っぱ1つとキュウリ1本を残すんですが、これ今キュウリ2つ生えてます。こういう時は生育のいい方を残すようにしてください。子づるの葉っぱ1枚とキュウリ1つを残して芯を止めます。次の株も同じようにやっていきます。5節目までの下葉は摘み取りました。6節目、これがメインの親づるです。親づるの葉っぱがこれです。そこから出てる子づるの葉っぱ1枚とキュウリ1つを残してここの芯を、子づるの芯を摘み取ります。これが子づるの芯先になります。7節目も同じように、子づるの葉っぱ1枚とキュウリ1本を残して摘み取ります。8節目いきます。これが親づるになります。これは親づるから出てるキュウリなので残します。親づるの葉っぱがここになります。親づると親づるの葉っぱから出てる子づるの葉っぱ1枚とキュウリ1つ残して摘み取ります。9節目も親づる、親づるの葉っぱ、子づる、子づるの葉っぱ、子づるのキュウリ1つを残して摘み取ります。で、このキュウリ2つなってるんで、1つ大きい方を残してちっちゃいキュウリは摘み取ります。10節目も同じように、親づる、子づるの葉っぱとキュウリ1つなんですが、すみません、キュウリ1つちょっと取れてるんですけど、キュウリ1つを残したとしてこの芯を止めます。これが子づるの芯先になります。6節目から10節目の子づるの葉っぱ1枚とキュウリ1つを残して今子づるの芯先を摘心しました。
今後マゴヅルはキュウリの付け根からこんな感じでちっちゃくマゴヅルが出てきます。このマゴヅルがこのように生えてきます。マゴヅルが生えてきたらその上の葉っぱ1枚、マゴヅルの葉っぱ1枚とキュウリ1つ、これですね、キュウリ1つを残してこのマゴヅルの新先を摘心します。このようにして6節目から10節目の子づる孫づるを管理していきます。ちょっと分かりづらいので絵で説明します。これが親づるになります。これが親づるの葉っぱです。5節目までの下葉は描きました。親づると親づるの葉っぱの間からこのように子づるが出てきます。子づるの葉っぱ1枚、この赤色ですね、ときゅうり1つを残してこの子づるの新先を摘心します。青色で描いているのが孫づるになります。その後子づるの間から孫づるがこのように生えてきます。孫づるが生えてきたら葉っぱ1枚、孫づるの葉っぱ1枚ときゅうり1つを残してこの孫づるの新先を摘心します。このようにして6節目から10節目の管理をしていきます。また今後の管理は成長したら動画に出していきたいと思います。よかったら参考程度にやってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。